妖精ちゃんがまっすぐ向かったのはケラケラガエルのところ池のほとりに住んでいました。何にでも笑うからそういうお名前で小さなご飯屋さんもしていましたからお店の名前も同じくケラケラガエル。 席についていたのがお昼ごはんに来たカタツムリといもりそれからケラケラガエルのお友達満腹まんぷくガエルもちょんと座って運ばれるのを待っていましてそこへ妖精ちゃんがぴょんぴょんやってきたのです。 妖精ちゃん、どれたての海も水草のたたきはいかがと、愛想のいいケラケラガエル。あら、それともサネのほうがいいかしらおかまいなく、あたし、おなかはいっぱいなの。だって、けさ、かたばみを。 ままるまる食べたんんだもんそれよりも大大大事件を知らせに来たの思っても見ないことなんとおひさまの産んだ卵が森のど真ん中に落っこちちゃったのこれがケラケラガエルにはすごく 面白いことに思えましたから吹き出したのはいいのですが喉が詰まりそうになってしまってまんぷくガエルに背中を叩いてもらう羽目になりました。 ご飯屋さん、ケラケラガエル、注意、お客様同士で共食いしないこと。